こんにちは、スリーです。はい、どうも、しです。はい、今回はいただいた質問にお答えしていこうと思います。何でしょう。結構ね、たくさんね、いただいたので一つ一つね、答えていきます。まず、ガットの強度について。はいはい。20年ぐらい前は65ポンドも当たり前だった気がします。現在は50でも硬いと言われることが多い時代のようです。スピンとスピード兼ね備えるには低い方が良いのでしょうか。最近53でヘッドエクストリームを使っていますっていうことなんですけど、まあ、最近はね、特にゆるく貼るっていうのが、ね、主流というか、まあ、昔ね、本当私が現役の時もなんか62、60で貼ってたんです。あ、そんな時代やったんですか。でもね、これ一つは、うん、まあ、そもそも適正テンションがなんか55から65とかのラケットが多くて、でその間を張るからなんか60とかになってたんで、なんか今のラケットって結構45から55とか、50何歩とかだよね。だからなんか50の人が多くなるっていうので、まず一つやることはラケットの適正テンションが下がってきてるっていうのが一つあると思うんですよね。そうだね。で、まあ、そもそもあとラケットはどちらかといったら反発性が上がってきてるんですよ今。はい。要は弾く、うん、要はスピードが出るラケットっていうのが、うん、まあ、あるので、うん、だからその辺もちょっと変わってきてると思うんですけど、だから要は何が言いたいかというとスピード化していってるんです。反発、パンパン飛ばしたりとで、ガットも緩くすることによってスピードが出るっていうふうに考えたら、今テニス界がスピード化していってるっていうのはもうそっちに向いてるんですよ、ね、スピードを出すっていうね。だからね、どうしてもね、緩くなっていくっていうのはね、まあ、こう時代の流れなのかなって思いますので、まあ、ただこの緩く張るデメリットとしては何だと思います？緩く張るデメリット、うんうん、緩く張るデメリットは、はい、何やろう、飛びすぎる、まあ、飛びすぎるというか、要はコントロールしづらくなっちゃうんですよ。自分が思うより飛んでしまうから、だから回転かけな入らんとか、まあ、そうですね、そういう感じかな。だからそうやってコントロールする技術っていうのは必要なんですけど、うん、私はそんなに緩くはない、50前後で本当に張ってて、うん、まあ、それより緩く張ってもいいんですけど、やっぱりね、結局はこの手で打ってる感触っていうのがなんか薄れちゃいそうな気がして、先に飛んでいっちゃうっていうのがなんか自分の中では嫌で、結局そんなに緩くしてないっていうのがあるので、うん、まあそれは好みかなと思うので、だからまあスピード出していきたい、今の現在の流れに乗っていくんだったらね、もっともっと落としてもいいんですけど、あんまりね、 あんまりこう緩すぎるとちょっとコントロールが難しくなる。回転とかどうなんですか、緩く張った方がかかりやすいんですか。まあね、結局ね、ガットが動く方が回転でかかりやすいんです。ああ、だ緩い方がやっぱ食いつくし、その分回転かかりやすいので、いいっていう考え方で、そうですね、うん、だから緩く張ってスイング速度上げてガットをずらしてスピンで落とすっていう、どちらかというとタッチのテニスじゃなくてスイングでコートに収めるっていうテニスがまあ主流になってきてるので、まあそういうテニスするんだったら緩くしていってもらってもいいんですけど、この当たった時の打感で強弱とかでコントロールする人はあまり緩すぎるとその感覚が失われるので、ちょっと微妙かなっていうのがあるので、まあそういうことを踏まえた上で、まあ緩くされるのはいいと思うので参考にしてください。はい。で、2つ目がテニスの練習方法について。ダイエットになる練習方法ありますか。相手が笑う人の時も良い練習方法があれば教えてくださいと。ダイエット必要ないと思うんですけど、はいはいはい、そのまあダイエットというか、まあ、よく言われてるのが有酸素運動無酸素運動になるじゃないですか、はい、テニスってどっちだと思うんですか。有酸素運動無酸素運動なんですよね、基本ね。こう動いてる時にもうね、そんなふうふわってできないじゃないですか、もう息止めるかって打つわけなので、ああ言うてもこの有酸素だから有酸素っていうのはこうジョギングとかですね、こう走っていくふうふうということを絶えずこう呼吸を取りながら、ほとんどテニスのワンプレー中なんでほとんど息できないじゃないですか、こうね、呼吸を取りながらできないわけなんで、要は瞬発系のスポーツですから、うん、その本来ダイエットに向いてるのは有酸素運動、要は走る、ね、長距離とかが向いてるわけなんで、まあ、テニスは向いてるか向いてないかって言ったらそんなにダイエットは向いてるわけじゃないんですけど、うん、その合わせるっていうのが大事ですよね。だから
有酸素と無酸素を合わせてやるっていうのは結構ねいいって言われてるので、あーあのサーキットトレーニングとか言われてて、うん、有酸素無酸素をね交互にやるとかは効果的だっていうので、はい、だから例えばテニスをちょっとね、した後にちょっと走るジョギングを入れるとかして、うん、要はテニスとそのジョギングをねサーキットトレーニング化させてあげると、まあ、ダイエットとしては効果的なので、ああなるほどね。そうだからやっぱり っていう風な部分で言うと、うん、結局は下半身なんですよ ね。下半身強化っていうのが結果的にね下からのエネルギーを出すっていうのになるので、まあ、もしそういう器具があるんだったらね、うん、結構ねパワー出すために上をやる人多いんですけど、ああそうね、でもねどちらかというとね下の強化の方が大事なのかなと思うので、まああの下か、ああそうね、使うことあります？え、ないないない、なかなかね、なかなかないね。だからねこう太ももとかその辺にあの負荷かかるようなやつを練習し器具とかで使うのはいいと思うんですよね。なるほど。結局は、ね、そのパワー出したかったら、うん、いかにこの地面からのパワーをもらえるかなので、その地面を踏んで蹴る、ああね、そう、そのエネルギーをどのだけもらえるかなので、要は地面をグーって踏んで地面を蹴れる力を鍛える、まあそういう器具っていうのをね、まあ、やってもらったらいいのかなっていうのは思うので、うん、あんまりこう全体バランスっていうのはちゃんとトレーナーの人がいてやらないと、結構ね学生時代の時にね器具取り入れた大学が怪我人続出したのを見て、やっぱりあんまりねこう知識なくねやるのは良くないんだなっていうのをね、見込まにやってもらうと余計体壊す、そうですね、やるのは自重での方がいいのかなと思うんですよね、上とかは、ね、まあ、ただ下はね多少そうやってね負荷を作ってこのキック力、地面を蹴りをね、うん、上げるっていうのが結果フットワークとかにもつながると思うのでね、まあそういうようなね、知識を覚えておきながら取り組まれるといいのかなというのを思います。で、最後ですね、テニスの飲み物、普段はお茶、ヒロージポカリですが参考情報あれば教えてくださいということですね。うん、どうでしょう。で、いや僕もお茶お茶ばっか飲んでるよね。ああ、まあでも疲労感といえばね、よく言われるのがクエン酸のね。だからそうはね。レッスン時にはだから僕お茶とスポドリ、2個持って、うんうん、なんか飲む感じかな。やっぱ、うん、まあそうはね。まあね、まあいろんなものがあってまあいいと思うんですけど、まずその。なんですかね、最初に言うこととしては、まあ、何飲むのもいいと思うんですけど、最初に飲む方がいいですよね。その喉乾いてから飲むんじゃなくて、取っとくって言いますよね最初にね。もう喉乾いてからの水分補給ってもうすでにね脱水症状の始まりなんで、ね、喉が渇く前に飲むっていうのがまずポイントなのかなと。結局脱水症状になって疲労の蓄積とかになったりもするので、で足がつったりの原因にもなっちゃうんで、うん、まあ先手で飲むっていうのは
まあ、知っといた方がいいかなと思いますし、うん、まあ、疲労に対してはクエン酸の飲み物とかの方も結構効くのかなっていうのと、あとは私もね、よく最近出てくるよね、あのプロテインあれはね、そのスポーツの、まあ、前でも後でもいいって言うんですけど、私は後に飲むようにしてて、あそれもね、筋肉とかを作ってくれたりする意味ではね、効果的なので、まあ、ありかなっていうのを思いますね。でもね、まあそのまあ、むちゃくちゃハードな運動をするんだったら、まあ、結構その飲み物のどうこうも大事だと思うんですけど、うん、まあ、私はどっちかというと飲むタイミングが大事だと思ってるので、こまめに飲む、結構ねレッスンとかでも、ね、促しても飲まない方って結構いらっしゃるんですけど、喉渇いてないから、うん、でも体はねやっぱりじゃあ汗とかかいてたら絶対ね水分飛んでるわけなんで、うん、そうね、うん、だからやっぱり先に飲むっていうのはもう何より大事なのかなと思いますよね。だから今冬場ね結構ね飲む量減ってるから、減るじゃないですか、ね、そうなんですよ、意外になんか気づかないというかね、うん、飲まんでもいけるわみたいな、そうなんですよね、感じ結構なるもんね、うん、やっぱ今って、だからどちらか吸収しやすい飲み物とかの方がいいですよね。あ、そういう意味でもね、だからお茶とか飲みやすいしね、ミネラルとか入ってるんで、まあ、別にお茶でもいいですし、あとはね疲労度のねポカリスエットとかも全然間違ってないんで、うん、大事なのはその飲むタイミングを間違えないというか、ね、うん、だからダイブしてから飲むとかじゃなくてね、運動前に飲むと、でその後定期的にちょっと合間があったら口にね一口でもいいから飲むっていう癖をつけることの方が大事で、要は脱水症状にならないっていうのが大事なのと、あとはやっぱり、ね、塩分もね体から抜けちゃうので、そうね、だからそういう意味ではね、お茶、麦茶とかは、ね、ミネラル入ってるからいいって言われてるんで、まあその辺は選択は間違えてないのかなと思うので、ね、そうね、まあその感じですかね、うん、そうね、うん、まあまあまあいろいろねあるんであれなんですけど、まあそういう感じなのかな。で最後なんか書いてある、知は力、知識の知は力っていうことなんですけど、のような情報っていう意味では、まあ、できるだけね普段からねそういう情報はね発信してるつもりなんですけど、うん、そのね一回聞いただけじゃねやっぱ人って忘れちゃうん で定期的にずっと聞いてもらえることが大事で、うん、結構ね私ね同じこと言ってることが多いんですよ。 で、まあ、でなぜかというと、うん、本当に意味で大事なことってそんなにないんですよ、うん、本当もしかしたら5個ぐらいしかないのかもしれないです。ただ人それぞれ この響く角度って違うんですよ。あね、もうね、わかるかな、そのね、なんかね、言い方とかによってね、言い方とか、しっくりくるこないとかね、そうなんですよ、うん、だから、本当にどの角度から来たら、あーってなるのかっていうのを、私は手を変え、品を変え、いろんな角度から伝えてるだけなんで、うん、結局言ってることは一緒だったりするんです。で、それが何個かの点で伝えてて、でその点と点が自分の中でこう線でつながった時に初めてなんか自分の中で、あこういうものなのかっていうような面が見えてくるというか、だからそういう風に気づきになってほしいんですよね。だからあまり私は点は伝えるんですけど、あとまあある程度線のなんかつながるような出し方はしてるんですけど、最終的に自分でそれをつないでほしいですし、自分でつなぐことによって気づきっていうのがあるので、あんまりこっちが言い過ぎちゃうと、ね、人が書いた線でできた面なんてね、あんまり気づきにならないんですよ本当にその人が気づくかどうかなんで、まあ、そのためには ね、いろんな見返してもらうことが大事かなと思いますね。結局そんなね違うこと言ってるわけじゃないんで、そうね、うん、根底にあるのはそうなんですよ、その変わってないというね、そうなんですよ。でもね、この点と点が線で結ばれていくっていうこの感覚こそがこのなんか知識の知のねなんか大事さなのかなと思うので、まあね、だからねそこのね、うん、難しいところでだから言われてやるじゃなくてね、うん、そういうちょっとポーンっていうのがあって、うん、自分で気づいてああと思ったらやってみようっていう気づきが財産なんでね、意欲になるもんね、だからね、まあ、ね結局自分がテニス上達したなっていうタイミングって 2,3 回しかなくて、そのきっかけってね絶対自分で気づいた時なんです。あって本当にね1回目はなんか高校時代の時に、うん、その本戦見に行ったんですよね、うん、上手い人たちの、うん、その試合を見て、あ
こういう感じでやるんだっていうのを中で見て、その時初めてあって気づいたのが1個と、もう1つは大学の時になんかラケットを変えて、それでやった時にすごいコートに収まった時に、あ、こうやったらいけるんだっていう風なことがあったのが、まあ大きく考えてもその2つが大きかったんですけど、なんかそういう何気ない、でもそれって結局今までいろいろやってきた結果、うん、最後にそのピース、自分の場合ラケットを変えたことによって全部がつながって、あーってなっていったんです。点の点がバババババとつながっていって、あ、こうすればいいんだっていうのが分かったんです。で結構ね、ほとんどの人はこう点を作ってるはずなんですよ。それがなかなかこう線でつながらないので、いろんなね、そう、情報が考えられないで、やり方やとかいうのはあるけど、そう、なかなかうまくいかんなっていうのが、うん、なるので、パンとつながった時にね、そう、だから私は情報的な点を出して、うん、点線みたいのでは伝えてるんです。なるほど、ね、なんとなくで、そこに実践をその人が描くかどう、描けるかどうかが大事なので、そのためには、うん、その人の気づきが必要ですから、私はそのヒントみたいな感じで情報をね、いろんな角度から似たようなことを言ってるんですけど、それが本当の意味でブサッと突き刺さった時に、うん、あって思うので、うん、その知識っていうものは身につけてもらいたいなと思うので、まあ、それはね、それこそこう YouTube でもそうですし、うん、ね、こうレッスン動画、有料なね、レッスン動画とかでもお伝えしてるので、まあ、いろんなねものをね取り入れて、で繋いでもらえたらなと思いますから、うん、まあ、もっとね、よりじゃあ分かんないなって思うんだったら、ちょっと質問とかしてもらったらね、今回の方みたいに具体的にこう聞いてもらった方が具体的に答えれるので、ね、質問のお答えしてるのでね、うん、じゃあよりその点線が実践に近づいていくので、そう、ね、一番いいのはやっぱ聞いてもらえることが一番いいのかな。で、私はまだ答えました、でもまだ、あ、ちょっとこれ分かんないなと思ってのラリーをしていく中で、そうね、そう、この点線がだんだん実践にね、うん、つながって見えてくるのでね、まあ、そうなる作業としてね、私はテニスコースとしてねやってますので、いろいろ聞いてもらえたらと思うのでね、はい、よかったらまた聞いてみてください、はい、では終わります。ありがとうございました。概要欄のテニス上達法もチェック。